はい。さあ、ということで今週の猫ちゃんニュースはこちら。驚きの場所。バチョが出ちゃったら。バチョが出ちゃったんでね。ちゃったら。今日はもうおしまいとさせていただきます。店じまいですね。店じまいですかね。バチョが出ちゃったね。バチョが出てこんなに笑われちゃったんだったら、もう傷ついたんでできませんよ、私は。ね。バチョはちょっと。申し訳ないけど。そんな噛まれたぐらいでそんな笑われちゃったんだったらもう本当にできませんよ、私は。そんな。笑わせて、バチョは笑わせてよ、それは。いや、それはさ、考えてよ、こっちのさ、メンタルも、澤部さん。ね。すいません、すいません。いや、いいよ、じゃあ。読んでよ。え？読んでよ。そんなさ、なんか。ちょっと半笑いで言われたらさ、バチョはもうできないぞ、澤部さん。拭えませんよ、バチョはだって。え？バチョって出ちゃったんだよ。バチョっていうさ、そんなさ、しょうがないじゃないですか、じゃあ読むな、読んでよ。え？読んでよ、早く。これもう、バチョ期待しちゃって。期待しちゃってんじゃん。バチョ待ちになっちゃって。バチョ待ちってなんだ。澤部さん、場所待ちしないでください、それは。場所取りみたいな。場所待ち。驚きの場所でってさ、言っちゃった時にはさ、ちょっとがっかりした感じだったでしょ。そうしないよ、別に。読んで、普通に。いきますよ。はい。驚きの場所で。ほら、笑っちゃってんじゃないですか。できませんよ、澤部さん、これはもう。今日なしでいいですか、じゃあ。もうなしですね。もうできない。これはもう本当に今日はできない。来週このニュースもう一回やりますんで。読めますか来週。何ですか？より難しいんじゃないですか一週間のバチョ待ちで。バチョ待ちしない。しないでくださいよ。溜まっちゃいますよ。一週間溜まっちゃいますよ、バチョ待ちの一週間のバチョ待ちは、だいぶ増幅してるでしょ、だって。ね。そうよ、そうよ。まあまあ、いいか。一週間。それはだってさ、そんな風になったら、こっちも言わざるを得なくなっちゃいますよ。一週間ちょっと、まあまあ寝かそう。ちょっと一回ね。今回はちょっと特別。今日はもうやらないっす。ああ、これもう初ぐらいですよね。多分ね、やらないっていうことになりました。さあ、それでは早速参りましょう。ハライチ405回目のターン。こんばんは、ハライチの岩井ゆうきです。こんばんは、ハライチの澤部佑です。ハライチのターンということで。さあ、それでは早速参りましょう。今週の猫ちゃんニュース。気持ち悪いな。気持ち悪いな。ギリギリでした、今。危なかったですね。出そうだったね、なんか。ちょっと飛び出しそうでしたけどね。危ない。俺ってなってたよ、口が。俺って。なってましたけどもね。はい。さあ、この番組は毎週オープニングに、完全新作アニメの制作が決定した、ランマ2分の1で、シャンプーはずっと猫になってもらうために猫ちゃんに関するニュースをお届けしています。ね、シャンプーね。中華屋のね、あのシャンプーでキャラ、変身しちゃうんですよ、猫にね。猫にね。そうなんですよね。水かぶると猫になっちゃう。なるほどね。うん。だそうずっと猫だと物語に進まないでしょ、ずっと猫でね。それだと困るでしょ、シャンプー自体も人気あって可愛いんですけど、今回は猫で言っていただくと。いや、それ困るでしょ、ファンは。感じにしてもらいたいんで。スランマーもあんま見てないな。見てないっすか。そう。アニメでやってたよね、それ昔もね。まあ、世代じゃないですけどね。やっぱ、ちょっと上なんか。ちょっと上なんですけどね。でももう完全に新作ですから。そう、そういうことだね。今までのリメイクじゃないですからね。はい。あ、違う、そうだ、あれだ。え？岩井さん、大丈夫？今日。え？じゃあ、先週、なんか、え？いや、場所を、バチョって感じで、でも、拗ねてニュース紹介しなかった、先週。結構初ぐらい、ハライチのターン、始まって以来ですよ。ニュース紹介せずに、なんか。いやいや、澤部さんがちょっとね、拗ねて。俺ちょっと噛んだだけなのに、いじりすぎたんで。俺はそんないじったんやから、勝手に拗ねて、もうやりませんみたいになっちゃったでしょ。いやいじったっていうか、笑いすぎてました、やっぱ。うん。澤部さん。場所って言っちゃったからね。場所、場所って言っただけですよ。そんなことあるじゃないですか。それでみんなさ、もう聞いてる人たちは、もう次また場所って言うんだろうみたいな感じの空気になっちゃったわけじゃないですか。大丈夫ね。え？場所あんのかな今日大丈夫？ほら、それ言っちゃうとほら、一週間経ってまたそれが増幅してるわけだから。バチョ待ちが、だって。バチョ待ち。バチョ待ちすんの？バチョ待ちって。でも一週間、だから先週ニュース、やっとけっつったの。
だからさ。あ、先週紹介しないで、場所待ちさせたのはなんか。場所って言えみたいな空気が出ちゃってるでしょ。だまあまあ、うん。でも俺も場所って言いたくないし、別に。うん、同じニュースなんだっけ？同じニュースっす。あ、まあでも大丈夫か。一、はい、週間経ったから。てか、言えたら言えたで言わないんかみたいになるでしょ。もうダメじゃん。いいから。積んでるじゃん。もうでもニュース気になっちゃってね。もう、先週紹介したからニュースも気になってるじゃん、本当に。いきますよ、じゃあ。はい。今週の猫ちゃんニュースはこちら。驚きの場所で猫を発見です、ね、驚きの場所で猫を発見ですからね、アメリカオハイオ州にある郵便局のポストの中で子猫が発見され話題になっています、この猫は現地の保安官と動物愛護協会により保護され、発見場所がポストだったこともありスペシャルデリバリーと名付けられました。スペシャルデリバリーに怪我はなく、健康状態も良好で人懐っこい性格なことから、スペシャルデリバリーには明るい未来が待っていると言われているそうです。はい、ちょっと一週間貯めて、一週間貯めてスペシャルデリバリーそうですね。何、はい、スペシャルデリバリーって。だから、ポストに入ってたことが発覚したんで、うん、これはもう贈り物だみたいな。うん。うん、スペシャルデリバリーだ君はって、名付けちゃったんですって。うん、いやー。うん、やばいよね、かわいそうで、なんかやばいよ本当に。いいんかな、うん、ひどい話ですけどね、スペシャルデリバリーなんて呼ぶって保護されたこと自体はね、いいですよ、ね、よかったですけど、スペシャルがより悪化させてるじゃない、うん、そのそれをさダメよ、まだデリバリーとかってまだいいけどね、うん、スペシャルがやっぱりさ、デリバリーも良くないよ、うん、うん、スペシャルがダメなんか、スペシャルがよりこう、うん、ふざけちゃってる、そこで、なるほどね、うん、うん、ラブリープレゼントとかにすればいいの？まだね、プレゼントとかの方が確かにね。デリバリーが、ね、デリバリーよね。うん、まあ、これアメリカですか？アメリカの。アメリカですよ。アメリカのジョークですって。一周待って、スペシャルデリバリーでした。はい、さあ、それでは早速参りましょう。ハライチ406回目のターン。